ソフトバンクが3日、新入団選手向けのウェルカムパーティーを福岡市内のホテルで開いた。選手やその家族らを前に挨拶した小久保監督は、チームの勝利に貢献するという言葉は使わなくていいとプロの世界を生き抜くための思考法を伝授した。小久保監督ならではの思考法だった。プロに入ったらいろいろインタビューを受けることになります。そこでチームの勝利に貢献するという言葉は使わなくていいです。チームを勝利に導くのは私です。まず皆さんは自分の城を築いてください。自分がどうすればプロの世界で長く勝負できるかという目標設定をしてくださいと強調。熱のこもった助言を選手に送った。永遠に美しけ。なんか面倒くさいやつやな。二つ目は勉強熱心なこと。勉強とは野球だけでなく社会の勉強もです。空いている時間をいかに使うかが人と差をつける最大のポイント。だから空いている時間を有効に使えるようにしっかり勉強してください。なんかくさー。二軍で日本一になって調子に乗る監督って史上初やろ。今までいなかったタイプの面倒くさい監督。ビューティー小久保。バント右打ちエンドランがスローガンの藤本との違いを見せてきた。そんなもんの前にまず数字出せよとは思ってた。自分の成績が何より大事なんてガキでもわかる理屈をみんな建前でチームのためって言ってるのに。小久保と山川がいる球団とかコンプラが無視すぎてくさー。シーズン始まってすぐに史上最低の監督って叩かれる姿が目に浮かぶ。来季も野球は面白い。背のアベパの小久保、新人監督がぶっちぎるぜ。さすがビューティー。わあ、こういうタイプね。いつ文字職人とかスピリチュアルとかに染まるか楽しみやわ。絶対そういう系になるから。まあチームの勝利に貢献するっていう決まり文句がうざいのはわかる。もうちょい違うこと言えよ。自分の成績を追求した先に勝ちがあるのは理想ではあるけど、勝ちに関わらんで何のプロやねん。てか小久保って好きあらば名言言いたいタイプなんかな。面倒くさそう。こんなんただの建前で面倒くさいインタビュー終わらせるお約束みたいなもんやん。これからいちいち別の言葉で考えないといけないとか面倒くせえな。言うても新人相手に言ってるんやろ。本音と建前が理解できてないやつもおるかもしれんし、まあええやろ。うっざ。自分の成績だけ気にしていても結局上の人は文句言うやん。そもそも最高のチームバッティングとはホームランでありヒットであり四球であるんやから、成績を残すことがそのままフォアザチームなわけやろ。国母はごく当たり前のことを言ってるだけやと思うで。自分の成績だけ考えたらバントもせんし右打ちもせんし何も考えず盗塁するやろ。いいこと言ってる気もするが、言葉ってやっぱり走ってる人間に左右されるんやな。なんか阿部といい小久保といい立浪ポイント狙いがあからさまやな。そんなん言われんでも分かってるやろ。インタビューお決まりのフレーズ奪って意味もなく選手の苦労増やすだけ。インタビューのそうですね禁止とかもアホくさいわ。自分の成績残さずにチームのためとかただの言い訳やからね。とか言って負け試合に猛打賞とかではしゃいでたら切れそう。なんかフジモンよりヤバそうに見える。自己啓発セミナーとか好きそうやな。言わんとしてることは分からんでもないけど、この言い方だとパワハラにしか見えない。小久保監督頑張って優勝しておくれよ。近藤は優勝するために移籍したんだから。落合もこういうスタンスだったな。小久保が辛抱できるか心配になってくる。うまくいかない時期にこんなの俺の求める美しい野球じゃないと切れそうでな。監督としては若手の部類だと思うけど、その割に頭固そうで柔軟性低い印象なんよね。チーム内で浮かなきゃええが。采配ミスした時はボロクソに言われる覚悟ができてるのは偉い。金本も就任時ボロクソに言われてたけど阪神を立て直したし、小久保もホークス立て直すやろ。まあこれは普通に良いことを言うとるやろ。新入社員が会社のためとか言ってたらあれやで。なんというか小久保って気難しいイメージあるから苦手や。小久保って自分に甘くてパワハラ気質なだけで表向きは真面目だし、順法意識ないし口先では綺麗事を言う成人だから監督としては問題ないやろ。空いた時間は税金の勉強しとけな。又吉が税金のこと若手に説いた記事は草生えた。又吉、球団は若手に税金に関する知識を学ばせてあげてほしい。こいつ、これ若手相手に言った言葉なんか。山川が SB 入団会見するときコメントに困ってまうやん。ジャンヌ・ダルク小久保、勝利は私が導く。期待の大型新人監督でくさ。さすがフェンチェクガッツポーズシングルヒットを打った人は違うな。高級チュニドラ定期。そもそもなんで中日が比較対象にされてるか意味わからん。中日は最下位やろ。近年の順位見てもホークスはどんだけ間違えても最下位にならし、逆にオリックスの方が間違ったら最下位になるってことを忘れないでほしい。マジで小久保が勘違い野郎を蹂躙してほしい。小久保はマジで本物感があるわ。まああんなイカれたファッションセンスしとるし不思議でもないけど。小久保のひりついた顔がめちゃくちゃ面白いのよ。これがまだ何も始まってないのにすでにビグボの影が
小久保は誰からも慕われてて巨人で戸様なのにキャプテン任されるくらいリーダーシップもある成人だったはずなんやけど、なんで叩かれてんの？自分の成績だけ考えてるから今のチーム状況なんやろ。チームバッティングや状況考えずにフリースイング、相手キャッチャーからしたらこれほど打ち取りやすいチームないやろ。だから何回も同じピッチャーにやられる。若月なんか結構舐めてリードしてるもん。選手はヒーローインタビュー何言えばええんや。大谷翔平監督、選手は勝利に貢献というな。勝利に導くのは私、自分の成績だけ気にしてください。やっぱ誰が言おうとちょっとイラッとくるな。作戦考えるのはベンチなんやから、選手は投げて打って守って走ることだけ考えてればええねん。ちゃんと結果残したのに勝てないならベンチが悪いわけやからな。打球速度重視、モイネロ先発転向。自分の成績のことだけ考えろ。今のところ小久保普通に有能では。小久保自身もなんかコンサルっぽい言動するよな。勝ったら俺の手柄と言いたいんか。こんなこと言いながらケースバッティングできてないとか批判するんだろうな。クレーマーのドンデンとの交流戦が楽しみやな。猛録したのか散々イチャモンやクソみたいな先民思想丸出しだったし。まあ新人相手の発言だしな。3軍、4軍からまずは自分の成績を上げて這い上がってこいよ、ということかもよ。広いんでチームのことはどうでもいいけど、個人成績上積みできて嬉しいっすとは言えねえだろ。みんな遠慮してああ言ってんだよ。そら若手に慕われるわ。厳しさはあるけど優しさがちゃんとあるのがわかるもん。来年の SB は期待できそうやな。新人なんてまずは1軍で試合に出られるように自分自身をなんかしなきゃいけないんだから、考え自体は合ってるわ。逆に上で全然結果出ないのにいつまでも上で使い続けてたら監督とかコーチの方が責められるし。負けが続いても同じこと言えたらええな。真逆のこと言い出したら最悪。これ自分のメンタル的なこと言ってるならまだ理解できるけど、インタビューで言うなってマジクソめんどくせえなこいつ。一郎、チームバッティングなんて嘘ですよね。王貞治、俺も現役時代は自分の成績だけ考えてたよみたいな対談あったやろ。多分それ見て感化された王貞治信者だし。阿部と小久保、今から楽しみやな。どうかタッツの牙城を崩してほしい。自分の成績のためにバントしませんとか言われたらどうするんやろな。さすがにサインには従わなきゃダメでしょ。ただ2ストライクまでわざとバント失敗して打てのサインに変えさせるのはありなんじゃね。ファーム日本選手権で戦力外選手、2軍の帝王を駆使して勝った小久保監督。お前巨人ファンやろ。逆転負けしたのまだ根に持っててくさ。選手も気を使うやろな。ヒーローインタビューで貢献という言葉を軽々しく使えないな。これからベンチの選手はヒロインで勝利とか貢献とか後ろにつなぐとか頑張ってる〇〇のためにってフレーズが使えず、個人の成績に関する目標しか口にできんわけや。また史上最低の監督更新か。自分のスイングをすることだけを考えて打席に立ちました。こればっかりになりそう。立浪、楽天、阿部、小久保、他が強すぎて頑張ってるのに新庄さん話題にすらならない。成績残すのが一番チームに貢献できるからな。進塁だとかバントみたいなバカな作戦を意識されるより純粋に成績追求した方が有意義や。チームが優勝しても毎年誰かの首は切られる。チームが勝つより自分の成績が重要なのは当たり前やろ。またよしが若手に税について教えてあげてください。って球団に言ったの本場受けた。なんか気持ち切れとんのか、受けるためなら何でもするタイプなのか。藤本のせいで崩壊してしまったチームをどのように立て直すか見物やな。なんか X 民見たら美しい監督扱いでかなり絶賛されててくさ。マジで前田くんだけは一流選手に育てなダメやぞ。素材は間違いなく宮城よりいいんやから、絶対に育成失敗は許されないぞ。なんか X のコメント見たらかなり持ち上げられてるな。これだと無能だとバレた時に叩きにくいんじゃねえか。藤本は一切持ち上げられることなく案の定ボロクソやったが、永遠に美しく。山川まだ。山川のどこら辺に美意識を感じるんや。山川にはホームラン確信歩きの美しさがあるから。王がコンプラにこだわっているとは何だったのか。美しい野球を目指してるんだから私生活は関係ない。 WBC での犠牲フライ思い出せよ。美しい案。小久保は柳田近藤だけレギュラーとか言ってたが、山川はどうなるんやろうな。ファーストは山川穂高だ。小久保は聖域をぶっ壊してくれるって期待していいんだよな。海様は谷川原に保守一本命じたし、さすがに聖域固定はせんやろ。もう無能衆晒してんのはさすがやわ。立浪でも2月からやったんに。でも小久保普通やない。打球速度もおかしいとは思わなかったわ。ビューティーは笑ったけど、どこかで聞いたことある話やな。これは言うの、中村今宮会みたいなのがレギュラーずらしてるチームが強いわけないしな。藤本も同じこと言ってなかったけ。
レギュラーは白紙だってよく聞くけど、だいたいレギュラー固まってるよな。 Y が野球してた頃そう言われたのに、次の試合のスタメンが前とほぼ変わらんかったことあるわ。新庄がバカにしてたやつやん。競争とか白紙とか言っといて蓋開けたら固定のメンツ出てくるやつ。言うて得点力も守りもそこまで悪くなかったやろ。藤本の左右病と絶対バントみたいな野球しなきゃ野手は大丈夫や。先発とオスナまでの勝ちパターン系統が貧弱なだけ。柳田と近藤以外 OPS0.7 未満。藤本もレギュラー争いさせますとか言ってすぐコンチャン即レギュラー宣言して牧原が切れてたな。近藤は誰が監督でも即レギュラーするやろ。監督1年目の立浪、レギュラーは大島とビシエドだけ。他の7つのポジションは競争、似ててくさー。蓋を開けてみるまでわかんねえ。本性が現れるのはひどい負け方をした時、シーズンが始まる前は何とでも言えるからね。いいぞ国保、マジで早く聖域ぶっ壊してほしい。ビューティーサバイバルや。チームは個々の選手に対して走塁、正確なバント、状況に応じた右打ち、長打、的確な守備力など期待している能力がある。選手はこれらの一つか複数の能力を監督に起用された場面場面で発揮することを考えればいい。一人一人が自分の役割を果たすことで勝ちが見えてくるわけだから、国保さんの言う通り勝ちに貢献など大きく言う必要はないでしょう。主力じゃない選手が軽々とチームの勝利に貢献するっていうのは耳障りやったんやろうな。Y もそれ思っとったで。主力が言うのはわかるが、結果出してないやつが言うのは違うよな。まあ定型文みたいなところはあるが、まずは自分のためにやれよって思う。国保ってうんのにも、お前はこのままだと来年で終わりって言ってたな。ちゃんと現実を教えてくれてるな。大学ナンバーワンという評価だったのにな、こいつのせいで球界における大卒捕手の評価が地に落ちた。今年のオリックスの指名みたいに、当時くっそ手堅い指名って言われていたのにな。正直今年のオリックスの指名は王者の指名ともてはやされ方もそうやけど、今のホークスの二の舞になる匂いがしてしまった。運のすら育成できない。ドラフトで運のが評価されてた理由がわからんわ。打撃クソだし守備も微妙だし。甲斐を休ませるという選択ができなかった藤本と頑丈すぎる甲斐が悪い。甲斐がいるから使うんだろうけど、甲斐も甲斐でマジで怪我しねえからな。他の主力たちはよく怪我するのにな。さすがに国保は甲斐固定戦やろ。見てて何も面白くない。マジでチームの貢献を NG ワードにしたのはさすがブーティー国保でくさ。